ていうんだろう、これで。これがあの木か。コトラが出てきそうだな。ケヤキかな。うん。ネズミ？人間ではないよな。昭和18年とかある。音がする。天井からかな。台風とかで食い折れたんかな。虫食いかな。
っていうかこれ枯れてないよな、まだ。ここに鳥居があったの、あ、鳥居壊れてんじゃん。石段がもう全部草になってる。なんだ、袋が。絶対蜂の巣だな。よいしょ。なんだ鳥か。どうだろう。濃厚さ。
多くなってきたね。通れるかな。もうバックできないぞ。あれ、行き止まり。横から抜けられるか。雪がベベで出る。ガードレールがぐにゃぐにゃになってる。抜けられてよかった。もうちょっとで帰れなくなるとこだった。お家がなくなっちゃった。本当だ。お家細い。窓閉めるぞ。うん、もう閉めて、虫が入る。気持ちいいね、入る。うん。ちょっと新しいね。うん、通れるか。神社どこだ？神社じゃん。いや、本当に。うん、神社どこだ？現在地を表示し、詳細にします。
今まででっかいジム見に行ったことある？ある。どこ行った？ちょっと切られてましたっていうね。これ U ターンしてく？え？これ U ターンしてく？いや、もうできません。進みます。あ、俺の手が映った。幽霊じゃないですよ、安心してください。幽霊じゃないですよ。最近でも幽霊が映ってこれで確認すると、俺の手とかね、友達の足とかね。あ、なんか引きずってるな。草がないからすぐ見つかったね。いいんじゃない。春は草がないからすぐ見つかったね。夏はすっげえ苦戦したけど。大変だったよ。いや、また俺ここ何回も来てるから初めて見たもん。こんな風になってるんだね。うん。
欅の日だったかな。あれなんか破壊されてる。うん。ここにも配慮があったんだね。うん。あと車もぺっちゃんこだ。よく見ると車だ。ストーンワールドみたいになってんだ。まあやっぱり車より道の方が狭いよな。車もとりあえず隠れてるね。あの神社の裏にもね、うん、でっかい車止まってるよ。本当。結構おしゃれな車でね、うん、意外に。
一瞬牛かと思ったんだけど、あ、君いた、あ、虫、とても捨て猫には見えねえぞ、こんな太った猫。っていうかさ、これ一昨日山の中にいた猫と同じやつじゃねえかな。色といい、大きさといい、あとこの近づいても逃げないとことかさ。あ、寝た。いやいや、寝るなよ。ニャンって高いんだね。これも近、ニャンっていて走ってったらさすがに逃げるかな。草は危ない。なんでここだけ雪がないんだ。あ、でもぶつかるかな。あ、かすった。ギリギリ取れる。うん。これさ、戻れるかな。入ったはいいけど。どうでしょうね。辛い。やばくね。行かないと分かんない。村は右。誰が雪掘ったんだろう。え、ちょっと待って、これ道の方が細いっていうね。お、忘れた。お、家がある。部屋か。あれ、行き止まり？行き止まりだね。あー、やべえ、やばいぞ、やばいやばい、ここまで、ここまでか。好きな、さっきの小屋のとこで言ったんだ。できるかな、まあできるといいけど。だってそこしかないですよ。え、そこしかないですよ。もしくはさっきのゴールまで全部、あの別れ道まで。うん、まあバックは得意だってさ。いや、変な意味じゃなくてね。いや、変な意味じゃねえ。何想像してんだよ、変態。変態。バックは上手なんですね。いや、でもバックが上手でもさ、これはだってスペースとかないもん。どうすればいいんだ。限られた木がね。あと思いっきりタイヤ踏んでるしね、もうすでに。まあ多少ね、雪にぶつけないと、うん、これで除雪したじゃないですか。分かんねえ。でも幅が合わないぞ。まあ確かにそう言わへん。
かいっぱいあるんだ、この後ろにずっと行くと。また夏になったら来るね。用のアンテナがあるだけで、人住んでたりしてね、これで。人住んでたらやばいよね。道に入ってます。いや、こっから8、5000円出ようと思ったんだけど、これ無理だ。あ、ダメだ。すぐそこに道路見えてるけど、これは掴んねえな。わかるよ。わかるって言うな。いや。え？行かないよ。君の家でかいもんな。そんなでかくないよ。でけえよ。またなんかやることでかいもんね。何が？いや、やることでかいもんなっさ。ね、それは親父が生きてる時に、もう家がボロいから、でっかい家買わないですって。どっちみち壊れるんだよ。あちこち壊れてくるからっていうことで建て直したんだ。あちこち壊れていいや、もう脳みそがこう。おー大丈夫か、まかれるか。親父は大型？ A 型だよ。なんでよ。そうでしょ。どんだけもう。いや、君の一体一族が全員大型というイメージがある。左右どっちかぶつけないと通れないんですよ。今両方ぶつけないと通れない。まっちゃんどっち？え？ひ？こっち。正解。杉沢村初めてだっけ？そう、うん、そんな気がする。え、何？いや、昔パジロムに行ったぞ、堀川さんと一緒に。あれだ、車ぶっ壊したり歩いて帰って。結構だいぶ前ですね。そうだね、2年ぐらい前かな。ダメだ、こっちも行けない。
行けないところだけどね。雪が降りませんね。うん。車線がないじゃん、明らかに。いけないよ。いけないからね。いけないね。いけないよ。いいねんな。左に曲がれる？落ちない？意味がわからない。前回の前回と建物が前回と窓が前回と、あで前の回とか言ってもこの道路はさすがに通れるよな。ここ通らないと8号線に出れないぞ。頼む。誰に頼む？あのさっきの見た周回商人様。頼む。いや、俺は日頃の行いがいいかな。じゃあ大丈夫。うん。もし取れなかったらどうする？だってまた罰ゲームね。あれ？ねえ。何あれ？どうしたの？鷹巣村方面行けません。じゃあとりあえずまっちゃんは罰ゲームってことで。左大丈夫？通行できませんって書いてある。遅いわ。そういえば5メートルしかないじゃん。あ、そういえばよく見たら看板あったの。Thank you.
向こうも早かったな。俺も慣れたけど、最高層の車で来るわけないと思ってるけどね。来たわ。